稲野駅は兵庫県伊丹市、稲野町一丁目にある阪急電鉄伊丹線の駅。駅番号は HK-18。開業前の仮の駅名は伊丹口だった。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。駅舎、改札口は各、ホームごとに駅の南端にある。改札内で、 各ホーム間を連絡する、古戦橋などは設置されていないため、反対側のホームへは、駅舎に隣接する、改札外の踏切を経由することになる。なお、1980年代半ばまでは、構内踏切が設置されていたが、阪急電鉄の方針により、乗客用の構内踏切は撤去された。このため誤って入場した場合は駅員に申し出て、出場することになるが、 塚口方面ホームの改札口は駅員が配置されていないので、改札付近にあるインターホンで駅員を呼び出す必要がある。トイレは、伊丹方面ホームの改札口付近にあり、塚口方面ホームには、待合室と清涼飲料水などの自動販売機が設置されている。2007年には両ホームとも改札口付近の工事が実施され、スロープとトイレが改装された。 なお、伊丹行きの改札口には、団体客用の臨時出入り口があったが、長年使用されずに放置されていた。現在のトイレは、この出入り口を撤去した場所に移設されたものである。実際には校内に乗り場、番号表記はないが、スマートフォン向け、アプリ、阪急沿線ナビトックアプリの発車案内機能では、伊丹方面が1号線、塚口方面が2号線と表示されている。 2017年時の1日平均上行人員は7654人である。伊丹市統計書によると、近年の当駅における1日の上行人員は以下の通り。駅が開設された時点では、人価もまばらであったが、1925年に駅の西南で阪急による住宅地、稲の住宅地が売り出されてからは、沿線人口が増加。現在は、 完静な住宅地となっている。駅の西口には小規模なロータリーがあり、その奥には公園がある。さらにロータリーに面して交番があったが、駅西の五号橋線沿いに移転している。ロータリーから西とその先にある南北の道路は稲の商店街となっており、主に地元住民が営む個人商店がのを連ねている。塚口方面ホームの改札口から、 南の線路沿いには駐輪場があったが、後に駅前のマンションの地下にその機能を移している。かつて、塚口方面ホームの前には売店のラガールショップがあったが、隣の新伊丹駅と同時期に撤退しており、跡地には清涼飲料水の自動販売機が設置されている。伊丹線内の各駅の中では、唯一周辺道路が狭隘なことから駅前に、 バス停留所が設けられておらず、バスに乗り換える場合は、駅から北へ150メートルほどの兵庫県道336号線に面した場所にある、伊丹市バスの五岩塚停留所まで行く必要がある。福知山線稲寺駅は当駅から東に約700メートルほどの距離である。ありがとうございます。